なんか元 AKB の峯岸さんと YouTuber の東海オンエアのメンバーの方と結婚したんですってね。ということは私もワンチャンアイドルの方と。いつもありがとうございます。オツボンバー徳島のパンプキンです。本日もドッカーバトルやっていくんですけども、まあ、ないないというね、というかお前結婚しとるだろって話でしょ。まあまあまあちょっとの希望を持ちたい徳島のパンプキンでございます。はい。で今回の動画ですけども、今まあフルパワー4孫悟空が、まあ、極限してね、皆さんこぞって使ってるかと思うんですけども、まあその GT 龍拳つながりでちょっとこの孫悟空 GT ちょっと引っ張り出してきたんですよ。ちょっと久しぶりに使ってあげようかなと思ってます。まあ二次でリンクを上げてませんね。でパッシブも興味使えるかって使えないんですが、まあね、まあ龍拳つながりで、ここいらもちょっとね光り輝けたらいいんじゃないかなと思って 200% で使っていくわ。でこの孫悟空 GT に対する敵はもうね、もうあいつだけですよね。そうです、スーパー17号。まあ、親子の絆、命運をかけた、編成でちょっと挑もうかなと思いますので、ぜひね最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。まあ、GT よりさ中身、まあ、せっかくなんで、何がせっかくか分かんないけど、で私の方のまあまあ一突ですね。でリンクはマックスにしてあります。ただこれはねちょっと 200% ではないんですけども、まあ補正役で入れてます。はい。これ未だにガシャに出てこないから元つなんですよ。これ母体もなんか、なんかの交換流石でなんか交換、しましたね。ガシャ出たことない。で、あとはもう安定の、7周年フォーコンビ、4周年ベジータ、4周年悟空っていう、そんな感じですね。で、フレンドさん、1と2かな。ありがとうございます。で、リンクマックスですね。お借りします。で、サポートアイテムいいっすね。まあ、行きましょうか。行くんですよ。まあ行きましょう。HP が66万ということで、まあ、果たしていいのか悪いのかはちょっと分かんないけど。でですね、そうだな。まああのね、こいつでスーパー17号をとどめできたらいいかななんて思ってる。うまいこと言うかどうか知らん。どうしよう。ウィス使っとった方がええんかな。いや。やろ、いや、ええとし、いや、怖いな、これ。怖いな。どうしようかね。まあ、ウィズ使わんで、1個か、1回。で、ステータス値どんな ?8 万4000、4万8000、やばいな。やばいな、ほんま。いけるんか、極限来いよ。そうな。全然やな。もうアタック値もディフェンス値もやばいな。パッシブいいのにね。まあこれちょっと長いな。この戦い長い戦いになりそうやで。これなんで苦手属性に叩いてんの、ほんで。もうそういうとこやで。まあここガハですよ、ね。まあ、じゃあベジ法で倒したりしない？ないか！さすがに。さすがにないわな。そうなんや。飛ばすか最終戦まで。それでもええわな。ちょっと待って。わ、これ久しぶりに見た。避けんのじゃん、ほんで。避けるんかい。わ、これ久しぶりに見たな。必殺飛んでこんどいてや。わー、22万やって。アホちゃん。アホちゃん、ちょっと。そうな。やるやるとは聞いとったぞ、おい。でも集中的に行こうか。22万。通常攻撃に22万やって。だるいな。ちょ、ほんで長いな。あんま長ったらしい動画はあんま撮りたくないから。飛ばしてもええな。飛ばそうかな。ほら、もう粘りだろ。なあ、悟空砲で倒せんから。無理かな。会心出てくれ。出えへん。こういう時に限ってて、あ、でも、追撃してくれた。ラッキー。さあ、会心出てくれ。頼むぞ。頼むぞ。はい。まあ、そんなもんです。悟空砲の追撃と会心に来たんやな。あ、そこでした。まあまあ、ええんちゃいますの。よしとしよう。硬い。硬いぞ。854万。会心と追撃や。
期待しておるぞ。やっちゃってくれ。あーざす。倒したじゃん。倒してないんか。微妙やけど。あ、倒してるわ。ラッキー。ラッキー。さあ、このトランテもね、アタック無、あの、ディフェンス無限上昇ですから。うん。どうしようか、これ。これどうしようかね。こいつもちょっとね、あ、ベジトラさんは米きついかな。やめとこうかな。まあまあ、ちょっと飛ばそう。最後まで飛ばそう。長いわ。うん。はい、まあさ、まあさ、うん。最終戦なんですけど。うん。まあまあまあ、あの、アイテム状況に間に越すね。まあ、とりあえず変身しますか。変身、え、変身していけるよね。うん。で、なら、まだ5ターン目以降じゃないから、まあ、いけるはず。うん。と思ってる。あ、どうなんだろう。で、こうで、こういって、あー、ガキ玉置いときたいけど、まあ、必殺打ちたいし、こういきましょうか。あ、ウィス使ってないんじゃん、俺。しもだな。俺、何してんだ。何してんねん、俺。俺、何してんねん。じゃあウィス使ってないよな。まあアクションブレイクでどうにかこうにかねえ、頼ますわ。まあそういうとこやほんま。うん、いや、トランテベラボに食らいそうやな。得意属性とはいえ、うん、ベジトラのところでワンチャン必殺来てくれたらええで。うん、来るんであればな。でもね、気弾系吸収するからな。アクティブ出ねえんだわ。うん、あーそこでナイスナイス、これナイスやわ。いや、でも通常攻撃でだいぶ食らうんかな、トランテ。うわ、どうなんだろう。うわ、21万食らってる。振動だる、だるだるだるい。うわ、ウィス使っとった方がよかった。うわ、もうしもたな、これ。うわー、ここでちょっとしんどいな。あー、しんどいしんどい。あー、ありがとうありがとうありがとう。ちょっとどんどん積んでいこう、積んでいこう、積んでいって。あー、9万、あー9万。失礼しました。ほんまボンミスやろ。ボンミスもええとこやわ。まあこんな状況っすね。うん、でここで放ったらこいつ気弾吸収するから打てないんですよね。うん、なのでまあ並びはこいでいいかな、しゃあないで。ウイスは2個残ってるんで使います。はい、ただね、ここが穴なんすよ。どうしようかな。ダブル掛けですか。いや、それはそれでしんどい。まあ持ってくれることを信じる。いや、もう俺は信じるぞ。うん。とりあえずこれで行くわ。な、そうしよう。お願いします。行きましょう。じゃ、ベジトラのところか、悟空砲のところで必殺来てくれたらええねん。あー、ウィス使ったよな。使ったな。よし。もう嫌になるわ。ほんまに。たまらんわ。さっきのボンミスすぎるやろ。何興奮してウイス使う、忘れとん。てか、勝てるんかな。これ、ちなみに言いましょうか。3回目やからな。あー、ナイスナイス。もう、そこはナイスやわ。嬉しい。今日いいやん。調子ええよ。調子ええ。調子悪いだろ、今日。なんでいつもすっと綺麗に終わらない。あー、いい、いいええやん、これ。いいええやん、これ。なあ。うん、いい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 よ、いいよ。うわー、ほらー、なあ、ウイス使っても19万くらいで通常攻撃で。あれ、必殺来てごらん。もう終わってたで。ほんま、この動画ボツやわ。勝てんのかな、これ。ちょっとしんどいな。そうなんか、こいつ、ところで避けるんだったっけ。避けるんだったんかいな。これも打てんのな。ファイナルシャイン、正シャインアタックも打てんな。そうかい。まあ、これ変身しとく。そうやな、こういこうか。わあ、もったいないな、これ。じゃあ、まあ、こう行く。うわー、そうな。うわー、これそうな。だったら、じゃあ、これでアクションブレイクかまそうか。な。うん。で、こう、行きましょうか。お願いします。おはようございます。そうか、もうそんな時間。ゴミ出しか。そうそう。今、得意の新聞配達終わりに撮影してるんですけど。得意のゴミ出しやな。そうか。しゃあない。ウィスの効果まだ効いてるんでね。うん。俺が徳島のパンブーキンでバレてしまう。まあ、バレたところで。まだまだ知名度は低いですよ、私。
あー、必殺返す。わ、これ久しぶり見る。いや、避けんのかい。避けんのかい。必殺返すを避けんのかい。ほんまか、お前。冗談きついぜ。久しぶりに見えると思ったのに。もう冗談きついよ、マジで。今のおもろいよ。さすがやな。俺らしい動画やな。うん、これどうしましょうか。これどうしようかな。まあ、ウィス使うよね。こいつで倒、こいつで攻撃で、こいつでフィニッシュ。あ、いい感じじゃん。なあ。知らんけど。あ、ドッカンモード発動しちゃうけ？いや、いけるな。こいつでフィニッシュできるんじゃん。いいね。避けられんかったらの話な。うん。まあ、ウィス勝ったね。ウィス勝ったね。オッケーオッケー。今日綺麗に終わる。さっきのおもろいな。久しぶりに見えると思ったのに。まあまあ、いいでしょう。あ、いや、これででも倒せんかな。もう一発来る？わ、来ないんか。きついな。まあ、次のターン持ち越しか。148万。ちょ、アタックディフェンス無限上昇積んでいって。うん。もう一発どうすか。あー、ない、ない。うわ、通常攻撃、そうな。うわ、ちょっと待って。これ、ちび悟空のところで必殺来るんじゃん。じゃあ、ウイス使ってるとはいえ、ちょっともうやめていただいて。嘘だろ。ほんまかいな。64枚ってダル。最後フィニッシュかましたかったのに。嘘。そうなんで、逆の方が良かったんや。いや、でも逆であってもって感じか。嘘。ちょっとやらせてくれ。まあまあ、そんなこんなでね、あれっすわ。まあ、久しぶりにね、この GT、どれだ、これか、GT 悟空、ね、まあ、引っ張り出して、まあ、やってみたんですけど、使ってみたんですけど、やっぱり弱いな、弱い、うん、極限来てほしいな、まあ、いつ来るか分かんないけど、また、あれだな、GT がテーマのキャンペーンが来た時には、もういい加減、極限、うん、来て、来ることをですね、私は。ただただ願っておりますというところで、ごめんなさい、負け動画になってしまったんですけども、これはこれで面白いに投稿します。てなところで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。